木曜人生劇場天知事。皆様こんばんは。こんばんは。木曜20時木曜人生劇場。24時じゃないよ。20時。あ、20時。24時って深夜便だと思っちゃった。僕ね、結構ね、24時間制なんですよ。あー、知らんがな。え、あのね、そうなんです。話長くなっちゃうから、はい、こんなことで長くし、木曜人生劇場、はい、天知人のお時間がやってまいりました。はい、やってまいりました。この浅草橋鳥越神社前のスタジオよりコロナ対策をしっかりして生放送していきます。はい、というわけでアン先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、Facebook のライブ配信とこう、うん、ダブルでやっている感じなんですけども、はい、最近、はい、あ、ここでも見れる、こっちでも見れるんですよ。今ね、ちょっとズレがある、やっぱりズレが、ちょっとタイムラグありますね。結構ズレてますね。ズレてる。そしたら、6人今ご覧になっていただいて、ありがとうございます。あとテレビのね、インターネット の、うん、あの鳥越アズリの方にもアクセスしていただいてる方が、うん、まあ、そっちの告知をしてるんで、 Facebook が急にやってるからね。あの告知もなく。Facebook ライブの面白いところは、あの、うん、合間ね、CM とか流れてるところの裏話が聞けるのは面白いですね。そうですね。やっぱいい音とかで聞きたい人は、やっぱ鳥越あずりさんの方で見る方がいいのかなと思いつつ、はい、そんな感じですけれども。あ、すごいコメント、はい、来てる。浩介さん、ありがとうございます。アンさん、いつも素敵すぎですって、自分で読むの恥ずかしい。ありがとうございます。いやいや、もう楽しいコメントから厳しいコメントまでお待ちしてますから。小畑さん、ね、アンちゃん、ありがとうございます。おかみ、ありがとうございます。はい、山上さん、長野県の山上さん、すごい楽しいことありそうですねと、ありがとうございます。すごいね、っていうね、はい、こう新しい形で、はい、はい、面白い、面白い、はい、さて、はい、近況はゆうくん、最近どうですか。前回ね、うん、あのクロちゃんの回だったんで2週間ぶりなんですよね。2週間ぶりです、ね、はい、はい、最近何か、あの塾でお忙しいですか。塾は、はい、そうですね、あの今週末にあの高校受験のテストゼミ、うん、あのイベントやるんで、2日間 ぶっ通しでやるんで、まあそうですね、それが今テストゼミ、大体あれですか、来る人たちっていうのは、うん、あの有名学校に行きたい人が多いんですか。あ、全然、今回は本当公立高校受験対策なんで、うん、もう全然公立高校受ける方、だから普通の本当に、はいはい、いわゆる、そうですね、全国、まあ、テスト県によって違うんですけど、うん、まあ、それの過去問を引っ張ってきて、それを同じ時間割でテスト解いてもらって、はいはい、それ全部解説するみたいな、次の日に。そうですか。ね、だから5教科全部やんなきゃいけないから、ちょっとしんどいですけど。すごいですね。全然今アーティスト感なしで、うん、あの塾の先生みたいな質問しちゃいました。ちょっとね、やっぱこのシーズンはどうしてもそっちへ寄ってしまうので良くないんですけど、はい、うん、ね、ですよ。まあまあ、でも、うん、あのクラブハウスとかね、今話題の、最近見ましたよ。朗読、朗読、そう、ちょっと、ね、太宰治朗読してたでしょ。太宰治、それがね、うん、太宰治って、うん、結構暗いんですよ。うん、そうでしょうね。恋愛というのはね、うん、恋愛の愛の字が納得いかんとか言って、片思いが一番素晴らしいんだとか言ってね。知らんかな。そんな本聞いて、そうなの、うん、ね、癒されないですよね。そうですね。ほんで結局変えて夏目漱石の方に行っちゃったりとか。そうですね。そう、彼はクラブハウスでね、うん、そういったことをやってるんですよね。そう、ちょっと最近ね、うん、いろいろちょっとチャレンジしてます。声だけの魅力 で、ね、魅力で、はい、自分で言ってる声だけの、声だけの、いや、あのね、化粧しないでいいから楽ですよ、本当にもう、ね、さっきね、化粧の話をしててね、これね、あの番組始まる前って、うん、ね、あの化粧するところ、うん、私が行くでしょ、うん、違います、この人ですからね。彼がもう、恥ずかしいね、もうガッとメイク道具も私の倍ぐらいのドンと持ってですね、こうやってるんですよ。そう、それで、まあそうだろうなと思って、まあこう、あ、はいって思って、ね、やめてください。私はもう楽屋でちょっとちゃちゃちゃっと、恥ずかしい、はい、恥ずかしい。いや、でも一向にうまくならないんですよね、これ、あかんなと思いながら、ね、自分で勉強した、あのね、先生が大阪に一人、先生一人行ってて、一回だけ習って、う、うんうんうん、やっぱうまくならないですね、自分ではようできないな。うん、そうですか。そうですね。そしたら、あの、今度どっかでゲストで、もうそういう人呼びますか。公開で、もうゆうくん公開いいんですか。やりますか。え、そんなんいいんですか。はい、ゆうくんに、あの、化粧をね、あの、教えてくださる方、うん、あのゲストで大募集中です。はい、あの我こそって方はですね、あのツイッターでもいいですし、番組の、ね、メールアドレスあずりさんでもいいですし、うん、あの今ね、Facebook ライブやってますけども、うん、そこにでも、うん、あの我こそはって来ていただきましたら、うん、あの交通費も何も出ませんけども、あ、出ない、はい、出ない、ちょっと僕が気持ちでね、あの、そうですね、はい、それは、はい、はい、あの気持ち始まる前にちょっとビールご馳走する
かな。まあそうですのはもちろん、はい、はい、そんな感じでいこうと思いますけどね、そんなんいいんですか、私物化しちゃってもうね。いやだってね、皆さんだってゆうくんファン多いんですよ。だからもっとかっこよくゆうくんが見れるんだったら多分ね、うん、お金をかけたらもっと綺麗になるはずなんですけど、自分で言ってますよ。いやいや、やっぱ眉毛とかね、難しいですね。眉毛難しいですね、はい、そうか、もうあの妖艶の今度またあのビデオ流してくださいね。魅惑のエリザベス、魅惑のエリザベス皆さん見てます？いやいや、ゆうくんのね過去の番組に出てたんですけども、うん、もうねあれオイラン、オイラン、オイランです、オイラン、はい、もうね、なまめかしいというの、はい、フランス人のフランスっぽい方と一緒にこうやってやってるわけですけど、イタリア人のね、イタリアね、そう、すんごいもうアートですから。いやもうイタリア人の2人が綺麗やから成立してるようなもんで、よく恥ずかしかったね、アートね、後で自分で編集するじゃないですか、そうそう、うん、俺これいいのかなと思ってそう、すっごい様になってますからね。いや、あれ何年前ですか？あれね、2年前ですね。撮ったの、撮った25ぐらいの時。本当ですか？ありがとうございます。いや、はい、嬉しい、はい、今ね、ピエスからね、はい、私もファンになりましたってメッセージを、いや嬉しいな、いただいたんです。頑張ろう。あ、すごいよ、今日、ご覧になってる方から、うん、ゆうくんなんかいつもと髪型違う感じだ。そうですね、今日ちょっとゆうくんハートみたいな感じで。本当ですか？はい、嬉しいです。あんちゃん見てますよ。あ、岸本さん昨日見てましたよ、ありがとうございます。そう、はい、ありがとうございます。ねえ、うん、これライブ感あっていいですね。いいですね。味しめました。これからパソコン必ず持ってきますいや見やすくていいと思います。見やすくていいですね、はい、ありがとうございます。というわけで今日はね、はい、アップルウォッチについて話。アップル、あ、時計つけない人？もうつけない。あ、そう、ね、まあお金がないだけなんですけど、そこ関係ありますかね。関係ありますよ、そんなの。あ、時計をね、私時計いつもつけている派で、うん、で、うん、年末かな、年明け、年末年始ぐらいからアプローチつけ始めたんですよ、うん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 、そしたらね、こうやってね、面白いですね、こう色、私これもうアプローチや、気づかなかった、気づかなかったっすわ。そうです。で、これバンドが付け替えできたり、この側が付け替えできたりとかね、するんですね。ちょっと赤いのいいですね。赤いの、いい。で、これも私今、まあね、色がいい色だ、ラッキーカラーだとか言ってるじゃないですか。あ、懐かしい、懐かしい。で、はい、毎日毎日っていうのはあれなんで、うん、月のカラーで、うん、やっぱ縁が広がるとか、こうビジネスの運が上がるっていう色使いで、うん、月ごとにこのバンドをね変えてるんですよ。へえ、そうなんだ。はい、今月は赤なんですか？今月私はもう赤に決めました。あ、決めた。はい、まあ、選択肢が何個かある中で、うん、あ、これはもう私赤やなと。なるほど。という感じでですね、赤にしています。はい、2月は赤です、はい、赤にします。さて、3月、これあれですよ、3月何色になるか楽しみですね、すで、はい、にね、こうね、色でいくんだけども、うん、時々ですよ、うん、あんちゃん今日アプローチ外してってこう LINE が来るんですよ。え、なんでなんですか？長友さんから。あら、合ってないと。もうあんちゃん、それつけたい気持ちはわかるんだけど、今日はやめときってつけてない時は合わない日なんだという。なるほど。あ、はい、この辺に置いてたりとかしてね、アプローチ、ね、こうね、そう、置き時計みたいなね。いいですよ、あのね、いい、何が便利ですか、アプローチ。改札、ここにスイカ入れてるから、うん、だから改札通るときに、これでピッピピッピだから、カバンの中から私スマホを、うん、スマホでピッピやってたから、うんうんうん、もう毎回なんかこんなんなんですよ。それをしなくて済む。あ、それで財布忘れたんですか、うん、今日。それもあります。そういうこと。あります。そう。笑うとこです。笑うとこ。余計なこと言っちゃいけない。すいません。そう、今日もね、財布忘れたんですよ。便利な時代になったなと思って。これで来れますか。そう、全部いけるんですよね、これで。そうです。で、いけるのと、あとね、電話、うん、電話ね、こう、ずっとこう人と会ってるときに、目の前に置きっぱなしもちょっとやらしいじゃん、うんうんうん、でカバンの中にスマホが入ってる状態でも、うん、ブル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 って電話かかってきたの。あ、そっか。で、なんで、あ、ちょっとって言って、うん、こう電話取れる。いや、それね、うん、それ分かるんですよ、うん、すごい便利なの分かるんですけど、うん、すごい仲とか友達で、うん、アップルウォッチをね、つけてる子がいるんです、うんうんうん、そんな、分かんないから、僕アップルウォッチ持ってないから、はいはいはい、喋ってるでしょ、うん、やったらとこれ時計を見るわけですよ。なんでそんなに帰りたいのかな、こいつと思って、チラ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 見るから。あ、じゃあなんか連絡待ってるのかもしれないね。そう、 LINE が来てたんですよ、うん、あ、 LINE が、俺知らないから、うん、Apple Watch がそういうものって、うん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 、あ、そういうことみたいなね。そう、だから気をつけてください。 そこをね、
あの知らない人は勘違いしますから。あ、そうですね。そう、あ、それはあるかも。そういうことも。何でもかんでも見るもんじゃないですよ。あのすっごい LINE 待ってるんだけどっていうのはす、うん、って見たりしますけども、うん、通常こうなったからっていちいちこうチラ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 はあんまり、あ、私はですよ。え、ほんならやっぱ帰りたいのかな。そういうことですか。あ、そこはどうなんでしょう。わかんないですね。そこはわからんね。わかんないですか。それは気学ではわからないですね。調べますか。調べるからですのね。違うね。もうね、あれですよ。もうゆうくんもね、今日ねゲストさんももうプンプンしますよ。あらあら。何でもかんでも生年月日で解決しようっていうその、うん、そこに対してもう私たちはもうカーッつっと、うん。あ、それはいかんと。っていうことを言いながらさっき飲んでたんですけどね、はいはいはい、結構大きいねジョッキで、あ、大きいジョッキ、さっきね Facebook にも出させていただきました、はい、すごかった。 あんまり言ったらね、うん、あれなんですよ、今日ゲストの方の奥さんが飲みすぎるなよって釘をこう刺してくださってるようでですね、うん、あ、そうなんですか、はい、それであの、ちょっとそれ以上はもう写真見て刺し、はい、どれぐらいのサイズか刺していただければと思うわけなんですけど、はい、あのね、うん、あとこれアプローチがすごいのは、うん、コン詰めて仕事資料作ってたりとかすると、うん、ブルッブルッってなるんですよ、うんうん、何って言った、深呼吸しなさいってくるんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと深呼吸 しなさいとかですね、うん、あとあのずっと座りっぱなしだからあんたちょっと立ちなさいよみたいな、そんなことも立って動きなさいよっていうのが、うん、こうブルブル定期的にというか、こう私の動きを見て察してこう言ってくるんです。へー、アプローチってすごいんですね、うん、ありがとうって思いますよ。へー、まあ、あのあとねリングがあって、今日はこの3つのリングの1個、まあ、達成するをリングを閉じるっていうんですけど、うん、今日は何個のリングを閉じましたねって、あ、特に目標設定してないけどって思うんだけど、うんうんうん、でもあ、こうやっぱりそういうのが出ると、うん、あ、今日ちょっとあとちょっとでリング閉じますって出るとよっしゃーってなる。なるのよ。それ最終的にこう時計に支配されちゃうとかってあるんですかね。あ、時計が暴走し始めて、ね、すぐ支配っていうの。こういう人はこの男はね支配される、女に支配される男ですよ。あの、あ、いい、ね、交換ありがとうございます。いいですね、あのもうね、そう、うん、使う言葉、うん、もう支配って言葉は私普段もうボキャブラリーにないから、ないだからすごい今斬新だったの。でこれね、そうなんだ、あ、ゆうくんピコさんに会ったことないですね。ここに来られるピコさん、今度、はい、多分ピコさんは、今度ゲストで来られるときに、うん、ゆうくんのとアシスタントで多分来てくださると思うんですけど、タイミング、ね、今度来るいらっしゃる予定なんです。ですね、もうね、うん、ピコさんからいろいろと教えていただくとですね、はい、ポンと出る言葉っていうのは、うんうん、それ使ってるから出るんだって。ああ、そうなんだ。ああ、で言うとそうなる、言葉が現実を作る。なるほど。で私支配するって言葉何年ぶりに、そんな自分が口にすることないもんね。ないですか、うん、でもこの人今ポロって言ったってことは、この人支配したがり屋で支配されるの好きな人だってことは今ので一発で。そうなのかな、全然そんなつもりなかったんですけどね。来たね、見抜きますよ。だからね、今生年月日何も見てないでしょ。あ、この人こういう人なんだっていうのはもう言ってる言葉をこうねちゃんと聞いてこう恨んで、結構いろんなところにそのアンテナがあるんですね、うん、あります。いろんなところにキャッチする部分っていうのは、いろんなところにキャッチ、うん、もうそれが気を張りまいろんなところに気を張り巡らせることが気学。ああ、そうか。まあ帝王学を気学の中の一つが気学っていうふうに考えるとですね、うん、だからちょっと、まあ、そうそうそう、占いみたいなのとはちょっと違うってことだよね。そう、もうね、占いで片付けることがもう愚の骨頂だと、うん、愚の骨頂ですよ、まず愚の骨頂は。よく逆によくありがとね、今日冴えてますね、今日 PA さんありがとうございます、ね、いやもうこれはもうあの Facebook ライブでは流れないからね、効果音に関しては。あ、そうそうか、そう、だからやっぱそれぞれ楽しみ方がやっぱある。今ねドドンとかね、タイムリーにね、うん、効果音が出てるんですよね、うん、そうです、はい、うん、そこで、まあ、私が、まあ、これでね、うん、ゆうくんは決め台詞で来るんですよ。これって帝王学なんですかとかね、懐かしいですね、こう言ってたね。懐かしかった、はい、これね帝王、私もオチがちゃんとあるんですよと、うん、関西弁風に言うとオチはありますよ。あるんですか。はい、うん、これは、まあ、あの例えば九星っていうやつで言うと、うん、まあ、1から、ね、9まであるわけでしょ、うん、そうですね。で、うん、この時計っていうものは6なんですよね。え、六白金星ものにもあるんですか。エネルギーだから、これ人のタイプじゃないんですよ。六白金星っていうエネルギーが帯びた人、うん、六白金星のエネルギーが帯びた食べ物、うん、例えば肉まん。あ、だからあれ、あのあれか、フードなんとかありますね。色、形、うんうん、数字、例えば仕事、うん、仕事、
うん、あの例えばその人の立場とか職種とか あらゆるものにエネルギーが宿ってる。言ってましたね。なんか7が去年はセンターで、それはエンターテインメントだ、うん、お金だとかって言ってはりましたね。今年6がセンターなんですよ。6か6はじゃあ6って何っていうふうに言った時に、その中の一つがこう時計なんですよね。あ、そうですか。でしかも あと6でカテゴライズされるんだったらマシーン、マシン、うん、パソコンとかってことってなった時にこれ機械ですよね、はい、もうアップルウォッチはもう今年でしょってっていう感じでね。そうなんだ、はい、皆さん山本優にファンレターもしくはアップルウォッチアップルウォッチということでね、別にアップルウォッチ今私は好きだなと思って使ってるんですけども、別にアップルに限らず、はい、ウォッチっていうのは一つね、普段つけない方も今年つけてみるっていうのも知恵のある行動かもしれませんねという感じで、そろそろゲストの方お迎えしますか。はい、はい、じゃあ CM ですかね。業務連絡、あ、業務連絡 CM お願いします。一応業務連絡そうだね、うん、はい、はい、そんなこんなで今夜も50分間お届けしてまいります。はい、この番組は人の人生はためになるをモットーに、各方面で活躍されているゲストの天知人に迫ります。はい、自分らしく生きるヒントや苦難を乗り越えるコツ、チャンスを使う方法を引き出して視聴者の皆さんに気づきと勇気をお届けします。手振りが来たね、もうちょっと練習せなあかんな、はい、トリガーズリー FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただけます。要するにインターネット TV です。パーソナリティを務めるのは私、アシスタントの山本優と、株式会社パワープラントのアン・ケイ先生です。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは CM。 はい、それでは、本日のゲストの方のご紹介になります。はい、天知人2度目のご登場になります、はい、高橋正人さんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。団長、はい、団長来たよ、はい、はい、すみません、僕は初めまして。あ、そうなんです、はい、前回あの画面の向こうで、あ、そうです、はい、見させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、高橋さんは、前回の放送ね、うん、11月16日だったと思うんですね。多分 YouTube の方をご覧いただけたらいいかなと思うんですけれども、はい、まあ、前回の放送で喋ったのが、あれですよね、お家騒動、お家騒動があって、お家騒動があって、お家騒動ありました、言うていいんですかね。あ、どうぞ。お父さんの会社の社長をやっていたんだけれども、はい、クビになって、そうそうそう、でそこから、気学と、とんでもないですよね、本当に気学を使ってちょっとそこから這い上がっていくっていうところで、はい、前回の話終わっていました。終わりました、はい、ちょっと気になるんですけど、うん、前回、まあ、私もね、今日団長に出ていただくということで、うん、改めて前回どんな話、大体知ってるんだけどどこまで喋ったんだろうっていうのを確認したんですよ、はい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 、でそれ画面でね、団長を見たのと今日ね会った瞬間に、あれ11月と男前になってちょいますよね。お肌もすごい綺麗で ね、すごいでしょ、穏やかな感じで、そうですか、そう、
化粧してんじゃないですかっていう。そんなことないです。本当に本当に。なんかあのジェフリーラッシュかなと思いましたね。全然もう、地でございます。こっからここずっと顔見てたらね、さっき、ま、飲んでたんです。うん、飲んでた時にあのこれ言っていいんですか。何ですか。佐藤健に見えた。佐藤健。佐藤健。この、ね、目のあたりかな。うん、が見えて。うん、でもう全然世代も全然ちゃうからね。そう、佐藤健は、あの佐藤健に似てる、分からんでもないって方はコメントいただければいや僕はジェフリーラッシュやと思った。ジェフリーラッシュ、ジェフリーラッシュという、どっちも知らないんですけど、海外の俳優さんですからね。 そうありがとうございます。そう、失礼いたしました。ね、はい、来ました、団長待ってましたってもうねコメントがね、団長ファン、団長ファン、団長ファンすごいから、だ団長のフェイスブックのコミュニティ500人超えてますからね、余裕で。そんなにいるんですね。すごいんです、すごい人、影響力がすごい方なんですよ。ありがとうございます。あ、で、おいで、お家騒動の話があったわけなんですけども、今回は、はい、はい、団長にですね、私はまだ あと何回か来ていただくように交渉は、しております。あ、はい、はい、準レギュラーということで、はい、準レギュラー、ありがとうございます。すごいですね。の中でね、もうね、これね、あの時言いましたっけ。何、いや言うてなかったんちゃうですかね。そうですか。番組聞いて、言ってました。言ってないですね。じゃあ、あの今までの団長のこれまでという話が前回だったんですよ。うん、うん、だから私はですね、今回はあんちゃんどういう話しようかという話の中、うんうん、団長の今を聞かせてほしい。なるほど。ということで、うん、はい、はい、今で、次回はこれからじゃないけども、うん、こんな感じでですね、あの団長をですね、こう私がいろいろと、ね、はい、一緒に、まあ、私はねちょっとだけだけなんで、うん、ゆうくんが大体きもうガーッと切り込んでいきます。いやいやいや、ちょっと待ってください。で、行こうかと思いながら、もう団長の今というと、まあ、お仕事の話は前聞かせていただいたわけなんですけども、はいはい、ズバリですよ、私は団長に興味がある、うん、それは何か、うん、フリーメイソンなんです、キーワードは。また出てきましたね、うん、パワーワード。そう、フリーメイソン、怪しいですね。怪しいですね、めちゃめちゃ怪しいですね。怪しいですね。そう、それでね、あのちらっとは聞いて知っていたんですけどもね、皆さん知ってますか、フリーメイソンって。フリーメイソン、なんないですよ。ゆうくんは知ってる。いや、僕はもう高須クリニックの社長がフリーメイソンやっていうぐらいですね、うんうんうん、僕は知ってるのは。どんな集まり、私は最初はね、うん、あの都市伝説見て、うんうんうん、何と、そのそこの話でのイメージ、ね、うん、なんかあった時はあれフリーメイソンの仕業やみたいなね、都市伝説がいっぱいあるわけですよね、うん、そうなんです。はい、はい、なんかその通りね、オイルショックだなんだとかで全部フリーメイソンの、全部フリーメイソンのせいですね、せいになってる、はい、黒人差別がどうのこうのとか、ね、全部フリーメイソンのせいで、ね、 そうなんですか。はい、嘘嘘、はいとか言ってね、ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。その辺をね、はい、団長に、はい、聞いたことないんですよ、入ってんだっていうのはこう知っていながらも、いろいろと細かくどこまで聞いていいのかなって。そもそもフリーメイソンだって言っちゃっていいんですか。そう、それもそうですね、はい、そのあれはね、だから高須クリニックの方が、はい、私フリーメイソンですよって言ってるの聞いて、はい、ほんまかなと、はいはい、うん、中にはね、あのライオンズクラブとか、はい、ああいうのに近いものだよって言うてる人もおるわけですけど、はい、そうですね、実態はもう全然わからないですから、わかんないですよね、わかんないです。秘密結社ですから、ね、秘密ですからね、そこがね、そう、うん、秘密結社の人が、私秘密結社の一員ですとか言ってますよ、ね、僕、まずいすね、僕スパイなんでって言ってるようなもんじゃないですか。まずいですね。だいぶやばいですよ、かなりまずいですね、かなりまずいと思いますね、はい、やばいです。ということでですね、この後僕消されるかもしれない。聞いた、はい、それも気になったんですよ。これね、あの今日の私の聞こうと思ってた中の一つがですね、はいはい、あの今の消されるっておっしゃってたわけなんですけどフリーメイソンは秘密結社ですよねと、うんうん、だからあのその秘密をバラすと消されるじゃないんでしょうかって、うん、皆さんそう思いません。ああ確かに、もう気になるでしょ、気になるね、で今ご自身でも消されるガハハっておっしゃっていました、うん、あその辺どうなんですか。だいぶ穏やかじゃない、うん、そうそうそう後であのじっくりとお話します。あ後で、じゃあ順番に行った方がいいですね、はい、これはね、はい、そうですね。そしたらそう、じゃあもう担当直入にメンバーである。このげさすが、ね、前回はマイク持ってきてくださったんですけど、はい、今回はこのイエスノーを持ってきてくださったんですね、はいはい、これ家にあった小道具家にありました。さすがです、ありがとうございます。これはもうフリーメイソンの機械ではないんですね、御用達の。そうですね、そうなんですか。そうそういうものだ、そのあすごいですね、はい、もうね、ありがとうございます。じゃあ2番いきましょう、はい、じゃあ、うん、メンバーで
あるからには、はい、入会するときに儀式でヤギの血を生き血を飲まされる。やばいっすね。やばいですね。やばいっすね。なんかそんなの聞いたことあるような気がする。あ、ブーなの？これ違うんですか？これ違います。違うもん。はい。そんなことはございません。そんなことはございません。儀式は、はい、じゃあなんかの牛乳飲まされると思う。あの、ヤギの生き血は飲まされませんけど、はい、僕は、うん、赤ワインが大好きです。なんだそれ。好きなだけ。赤ワインが大好き。赤ワインは大好きです。はい、赤ワインのヤギ入りでも、うん、ない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 。あ、でもない。ないです。はい。あ、そう。それは違うみたいですね。そうですね。儀式みたいなのはあるんです。あります。あ、それはあるんですね。あります。はい。ただなんか変なもの飲んだりとか、ないです。なんか変なもの飾ってあったりとかいうのはない。ないです。その儀式について、うんうん、これ以上説明すると、うん、消される感じです。やばいですね。ああ。はい。はい、秘密結社ですかね。秘密結社ですか。はい、秘密結社っていうとなんかこう、うん、KKK って昔歴史になかったですか、ね、今でもありますよ。あの多分、ね、はい、なんかこうありますあります、あります。秘密結社っていうとすぐそっちをイメージして、はい、それも正しいですよ。それも正しいと思いますよ。正しいですか、はい、うん、ああそうですね、うん、まあ質問を進めていった方がいいですね、はい、フリーメイソンに入会した動機は、うん、都市伝説に興味があったから。これはね、うん、あ、どっちもどっちもですね。どっちもそうなんですか。まあ、うん、あの確かに、うん、興味っていうか、そういうのみんな好きじゃないですか、うん、男の子とか、うんうん、あ、そうですね、ね、で僕はそういったものを、うん、知ったのはこれ、かれこれですね、もう30年くらい前、30年くらい前に、うん、そのお前さ、フリーメイソンって知ってるかとかって言われて、うん、で知らないっす、さ、こういう団体があるんだよみたいなことを教えてくれた人がいたんですよ、うん、で僕もそのフリーメイソンっていうその言葉が頭の中に残ってて、うん、自分の家に帰ってですよ、子供が使う国語辞書を開いてフリーメイソンって調べたんですよ、うん、そしたら載ってんですよ、ちゃんと載っている。お、本当にあるんだこういう団体と思って、うんうん、で、すごくこのびっくりした記憶があります、ね。国語の辞典に載ってる、ね。国語の辞典載ってます。フリーメイソン。はい、載ってました。してるんですね。はい。はあ、はい、それで、イエスでもあり、ノーでもある。あ、そう、そう、イエスでもあるんですけど、うんうん、そうでもない。そうでもないっていうのは、うんうん、その、アンさんと、うんうん、僕の共通の知り合い、うんうん、知り合いというか、そうですね、知ってる方、うん、でその気学のですね、うん、先生で村山先生という方がいらっしゃるんですけども、巷でですね、その村山先生が、うん、そのフリーメイソンなんじゃないかと、そう、ね、うん、もしくは、うん、あの先生フリーメイソンなんだよっていう噂がこう、噂というかですね、そういうふうに言われてたんですね。で僕はその村山先生をすごくその勝手にですね慕って、うん、尊敬の、させていただいてたんで、うん、あの先生がフリーメイソンだったら、うん、僕もそれになりたいと思った単純に、うん、じゃあきっかけはその村山先生っていう方が割と、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、それで、うん、なれるもんならなってみたいなと思って、うん、出たんですけど、うんうん、どうやってなったらいいかなんて分かんないし、そうですね、その気持ちだけで悶々としてたんですけど、うんうん、ある時、そういうなんていうかな、そのチャンスが恵まれたというかですね、はいはい、これはもうね、分かんないですよ、なんでそこにたどり着いたんだかも分かんないし、うんうん、自分でもよく分かんないんですけど、はい、そのフリーメイソンのそのロッジと言われるですね、うん、その東京タワーの下にあるんですけど、うんうん、そこに行く機会に恵まれまして、じゃ自分で検索って言ったんですか。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、はい、でスパイ映画みたいな、スパイ映画、最初ドキドキだったですよ、ね、本当に、ね、ピンポン押す時もね、なんかこう手が震えて、そうですね、何があるか分からないですよね、秘密結社なんて、はい、本物届くところなのかどうかもね、はい、その時もね、11月だったんですけど、うん、なんか汗もかいて、もうすごかったです。11月なのに汗、もう 寒かったんですけどね、うんうん、もう緊張して汗かきましたね、汗かいちゃって、はい、はい、そうですか、そうですか、はい、でそれからですね、そこに使い合わせていただいて、うん、メンバーにさせていただいたっていうのが、うん、実際のところですね、うん、はい、あ、そう、これって村山先生が、うん、
あの生きておられた時にフリーメイソンにご入会なさったの、うん、いやな、うんと亡くなってからですね。あ、そう、はい、あ、じゃあ余計にそういう思いが増した感じ。そうかもしれませんね、はい、すごいですね、面白いですね、はい、あともう一個質問、はい、男子女性禁制っていうか男性オンリーなんですかフリーメイソンっていうのは。あ、ピンポンです。あ、そうなんですか。はい、男性しかおりません。あ、いないんだ、はい、うん、あ、そうですか、はい、なんかあるんですかそういう、そういう理由というか、うん、それはね、うんうん、あまり僕もよくわかりません。昔からそうなんだ。昔からそうなんだ。昔のしきたりを引きずってるって感じなんですかね。はい、あ、そう、うん、まあ、男子校になんで女性がいないのみたいな感覚ですかね。まあまあそうですね。あ、そう、あ、じゃあ例えばもう私たちは、うん、私たちまあ女性なわけですけど、うん、はいはい、入れないっていうか、うん、もう近づくこともそういう活動をこう応援するじゃないけど何にも関われない。うん、そこも、うん、あまり僕もまだ新米なんで、あ、そうですか、あまりよくわかんないんですけど、うんうんうん、女性のそういうグループもあるにはあるみたいです。うん、あ、あるんですか、はい、ガールズフリーメイソンみたいな。そう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 、うん、ガールズに、はい、ガールズで、ガールズメイソン、ガールズメイソン、レディーじゃない、かガールズで、ありがとうございます。ありがとうございます。そのフリーメイソンに入って、うん、なんかこう人生変わったとかあるんですか。入ってみて、まあ、新米だというふうにおっしゃってましたけれども、はい、うんうん、人生変わったっていうほどまだね、そのなんていうかこうそれをこう、実感してないというか、うんうん、まだそんな立場じゃないんですけども、まだ過渡期、はいはいはい、でもやっぱり入ってよかったなと思いますし、はい、そう、やっぱそこにいらっしゃる方とか、そうですね、まあ、それ名前はきっとね、はい、言えないんでしょうけれども、はいはい、そういう方と一緒になんかしたりとか、ね、はい、本当にそれはあります。ある、はい、みんな紳士ですよ。紳士ですか。みんな紳士です。別に朱智肉林のパーティーとかそういうわけじゃないですね。仮面舞踏会。ないないないです。ないです。仮面似合いそうですけどね。ないです。はい。今のフリーでも団長は気づいたはずですね。次の小道具は仮面だなと。仮面似合うと思いますよ。仮面いきますか。なんかそんなね、なんかあるじゃないですか。盗賊の映画。何でしたっけあれ。パイレーツオブ？じゃない。あれ、うん、あれですよ。名前が全然出てこない。アントニオ・バンデラスがやってたんですよ。アントニオ・バンデラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズがやってた、あれ何でした？あ、なんだろうあれ。今ね、PS に聞いてます。ちょっと後で教えてください。あ、よかったら、Facebook やっておられる方で、今の分かるって方はですね、コメントいただけたらと。ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかそれみたいな感じ、うん、あ、そうですか。雰囲気で。あ、そう。で、ここで、うん、まあ、最後の質問ですよ。はいはいはい。改めてですよ。うん、フリーメイソンは、うん、まあ、秘密結社であるわけなんですけども、うん、はいはい、この秘密をバラすと消される。これはですね、はい、これも、あ、要するにですね、うん、本当に消されることはないと思います。なるほど。はい。まあ、名簿からですね、除外されるようなことはあるかもしれません。消されるんですね。名簿から。名簿から。名簿から消される。なるほど。ああ、はい、それは面白い。普通ですね。それは面白いですね。はい。そんな感じかもしれない。一応ですね、その、公害してはならないという、そういった、ことがいくつかあるんですね。で、それはなぜですかっていうのは、うんうん、あ、それですよ。マスクオブゾロだ。はい、きっとそうです。ありがとうございます。そうです。ああ、そう。おお、あるんですね。いろいろ。はい、ありまして。はい、それは今こちらご覧になっている方もね、うん、森田さんありがとうございます。ゾロって。そうです。そうだと思います。ありがとうございます。あと、あ、来ました。ミキさんからも、マスクオブゾロ。あ、すごい。皆さんやっぱ知ってはるんや。あ、すごいですね。すごいですね。配信面白いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでですね、さあ、CM ここで入れてですね、うん、続き、はい、より盛り上がっていきましょうか。わかりました。はい。はい。では、CM2 の方ご覧ください。木曜人生劇場天地人をご覧の皆さん、こんばんは。オンライン学習塾スタディエイト代表の山本です。皆さん今ね、デスティニーガールを、お楽しみ中の
まあ、途中で非常に恐縮なんですけれども、まあ、今ねちょうど冬まっしぐら受験シーズンということもありまして、このコロナ禍緊急事態宣言をどう乗り切っていくかというところでね、まあもっともっとなんかこう皆さんの力になれたらいいなというふうに思いまして、まあこのようなビデオを作らせていただきました。スタディエイト、まず皆さんスタディエイトとは何だとね、勉強のスタディに8で8なんですけれども、はい、スタディエイトではですね、皆さん、生徒の方々が自宅にいながら、まああるいはね緊急事態宣言がなかった旅行先とか、まあ別に何でもいいんですけれども、そういったところから Zoom や LINE などを使ってですね、まあ非常にハイレベルな授業を受けていただけるという、学習塾になっております。特に数学や理科、まあ、理科といってもまあ物理とか科学とかね、まあ、そういった理数系科目にはですね特に力を入れておりまして、今学歴社会とまあ言われてもだいぶ長いですけれども、まあもうこの次に行くんではないかと私は思っております。それは、情報戦社会というようなまあ形になるんではないか、まあいいように騙されたりせずね、自分の生き方を自分で選択してで貫いていけるようなですね、本当のものの考え方というものを、まあ私が最近勉強中の心理学なんかの知識を交えながらですね、しっかりと伝授していきます。その、まあ、受験直前イベントということでですね、2日間完結となってます。2月20日と2月21日この2日間でやるんですけれども、1日目はその本番と全く同じ時間割でテストを受けてもらいます。この5教科全部その受けた次の日に全部解説やります。また自分自身では非常に採点がしづらい記述問題とかね、そういったのも、きちんとこちらの方で添削させていただいて、全部。それからこの番組を、ご覧になってくださっている方にはなんと半額で、受講していただけるというような、そういった形にしようと思っておりますので、皆さんぜひとも、この番組見たよっていうのをね、それをまあちょこっと書き添えてね、ホームページの方からお問い合わせいただきたいというふうに思っております。それではお会いできるのを楽しみにしております。ってことはここが、はい、終わり。じゃあ立方体からこの三角錐台をぶち引けばいいね。どうぞ。この2つしかないんだよ。 これが要するにマイナス2だっていう話で、なんでこれは直線になるかって言ったら、これとこれが直線だから、これとこれが直線だから結局組んでできたものは X と Y の一次式なの。ちも余ってないとこってどこ？ここだけなんだよ。マイコンです。はい、戻りましたよ。あ、はい、はい、あ、見ていただきましたありがとうございます。はい、今週末やってますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけでこれ、そう、これね、3ヶ月前からもう用意して書いていただいてて、やっとこう裏打ちしたのが出てきたんです。すごいかっこいいな、はい、これ木曜人生劇場天地人のこういったあの看板というんですか、が欲しいなというふうに思ってですね、あの名古屋の書家の方に書いていただいて、はい、これじゃあこれ使って天地人グッズとかね考えました、ね、それも皆さん考えていただければ、実はあの焼酎のラベルにいいんじゃないかとは。ああ天地人焼酎、はい、いいですね。で、まあそうです、これでどっちでもつけれるようにこうね目標人生劇場をつけたり取ったりで、こういうふうにすごいっていうような形で、まあ、今天地人焼酎、まあお酒 か、コーヒーか、お茶か、みたいな。天地人ペヤングそれは行き着く先ですね。天地人ペヤングって、じゃあ天地人味ってどんな味なんだろう。天地人味、ちょっとそれはあの募集したいと思います、はい、募集するんかい、はい、そんなまあアンケートの話なんですけど、はい、実は、メッセージの方が届いてまして、はい、ありがとうございます、はい、質問が来てます、はい、
ラジオネーム天然ひらめさんからですね、はい、アン先生ゆうくんはじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。アン先生にご質問です、はい、私は先日転職したばかりの会社でちょっとしたセミナーをすることになりました。素晴らしい。今までやったことがないので不安がいっぱいです、はい、一応台本はあるのですが果たして覚えられるのかどうか、それに緊張したらどうしようと頭がいっぱいです、はい、先生はセミナーをするときどうやって内容を頭に入れていますか？それから緊張への対処法はどうされていますか？またセミナーをする上で心がけていることなどあれば教えていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします、ということです。仕事でね、はい、そうですね、緊張、これ高橋先生もそうじゃないですか、教えられるんで。そうね、はい、あ、高橋さんもセミナーを。あ、いや、そうなんです。あ、そうです、ぜひ、じゃあぜひお二人からお願いします。そうです、ね、ちょっと、はい、はい、悩んであるみたいなんで。緊張したらどうしようと頭がいっぱいです、うんうん、じゃあ違うことをいっぱい考えてですね、あのこう違うことで頭いっぱいにするっていうのがまずいいのかな。違うこと、はい、それそのことを考えるとそこに意識が向いてしまうんで、うん、はい、ということは違うことを考えても喋れるぐらいにしとかなきゃいけないってことですかね。で、準備ってギリ、私はですよ、うん、だそういったあの発表の準備とかってもうエンドレスじゃない、もうタイムオーバーってなったら始まるわけだから、それまでずっと不安なわけで、まあ、そうか、だからそれをその準備をしててももう違うことしてたってあの状況あんまり変わらないかなと思って案外違うことやってます。案外違うことをやってる、なんかギリマレどうしようどうしようどうしようっていうのはもう、まあ、もちろんやってましたよ、その初期の頃はやってたんですけど、うん、あんま台本とか作らないですか？一応作りますけど、読むためというよりかは脱線しないように作ってる感じ。ああ、じゃあは枠を決めてそんな感じですけど、団長はどうですか？僕は結構、うん、あの台本を作って、はい、やりますね、うん、あ、はい、そうなの。どうやって覚えたりとか、はい、で覚えないですよ。覚えない、あ、そうだ、ね、違う、うん、台本を見ながら、あ、読む見ながら、あ、はい、意外とそうです。あ、そう、プロですね、はい、いやいやいや、もう全然プロとかじゃない、あのニュースキャスター的な感じってことですね、うん、割とそれよりもっと全然かっこ悪いですけどね。佐藤健なんだから、るろうに剣心の主役だよってそうですよ、それでも、そうです、それ分かります、るろうに剣心全然分かんない。奥さん頼みます、家帰って今日奥さん頼みますね。はい、そう、あとね、緊張への対処法、はい、緊張への対処法、うん、人を書く、書かん書かん書かないな、うん、書かないな、そうですね、対処法ないね、ない、うん、ない、緊張はする、緊張はすればいい、バカズ受け入れる、緊張受け入れるしかないですね、受け入れるしかない、うん、ああ、受け入れる、そうですね、うん、欲張ってしまってすみません、欲張りじゃないですよ、あのバカズです、バカズですか、バカズはありますし、まず緊張しないことなんてないから、ないよね、うん、緊張しんかったら人間の体の機能おかしいでしょ。まあ確かにそうですね、緊張したら、あ、生きてるって思ったらいいんじゃないですか。ああ、そうか、うん、だからちょっと肯定的にちょっと受け入れるじゃないけれども緊張してる自分を受け入れて、うんうん、だからご自身でちょっとしたセミナーをするってちょっとしたぐらいだって大丈夫だからそうだね、うん、まあまあまあ確かにね、一応台本もあるんでしょ、あるで、自分で台本書かない可能じゃなくて台本もあってちょっとしたんだからこうバッチリじゃん、バッチリ大丈夫ですか、はい、これ以上のことはない、そうですよ、覚えなくてもだって台本があるんだから、なんか理解してはい OK って言ったら、あの覚えようとするから、うん、なんかこう緊張する、バッチリですよ、うーん、いや、これあるんだよ、覚えようとしなくていい、あるんだから、うん、はい、これで行こうよっていう、そういうくらいのこのドーンといった方が、そうですね、ドーンと構えていこうっていうことですね、うん、もうそれこそね、あの今日この場を、うん、このここの場に立てることを、このチャンスをもらったことをありがとうございますって言って来てくれた人もありがとうございますって思ったら、皆さんそういう気持ちにこう合わせてですね、あの好意的に聞いてくださるんで、場はそうやって出来上がるのかなっていう感じがします。なるほど、はい、では、天然ひらめさんということなので、はい、頑張って、ひらめさん頑張って、はい、あ、今日このひらめさんっていうのは団長が釣り好きだからかもしれないですね。今の季節は何ですか？ありますよ。今ですか？この前ハゼだったんですけどね。あ、この前ね、そう、言ってましたね。ですよ、ハゼ。今は何ですか？今何ですかね。今ね、年越して、今から3月くらいって一番なんか釣り物ないんですよね。ないんですか？ない、はいはい、ないことないんだけど。うん、今だとでもカワハギとか、カワハギ、はい、あとはフグとかですね。フグ、はい、フグ美味しいですよ。うまいですね、フグは。最高。そう、フグの唐揚げとか好きですけど、最高ですね、いいですね、
いいですね、ありがとうございます。そう、今日はねもう今団長の今ということでですね、まあ基本はもうフリーメイソン中心にというふうにこう聞いたわけなんですけども、ね、皆さんどうですか、あのもうマツコの知らない世界みたいな感じで、ね、知らないし触れる機会もないけどなんとなく知ってるよねみたいな世界ですよね。素晴らしいですね、こう関わってよかったっていうことが、あすごい、どうしました、この今のひらめさんにね、あのアドバイスが届きました。おっとおっとおっと、神戸から、はいはい、緊張した時は体に力が入って呼吸が浅くなり、うん、余計に緊張していくので、うん、手のひらを開いて深呼吸してみたら良いかと思います。お、手のひらを開く、人って手のひらに書くのはその意味でも一理あるかと思います、うん、確かにバカずですけどね、私の場合は当たって砕けろですが、当たって砕けろ、はあ、手のひらを開く、開いて深呼吸、うん、あでも呼吸法じゃないけどそういうのが大事なんですよ ね、 そうですね、きっとね、うん、あと団長さんのイメージが変わりましたっていうコメントも、どんなイメージだったんだよか、いや素敵ですね、もう今日はもう素晴らしいですね。はい、まあでもそもそもねお二人は手帳を、うん、あそうそうそう、手帳関係で もし知り合ったんですね、そうですそうなんですよね、はい、うんうん、ということなんですけれども、そうね、高橋さんの高橋さんね、高橋さんの高橋さん、はい、はい、そう、先ほどのつながりでね、居酒屋では話出てましたけどね、はい、そうです、ちょうどさっき、ね、LINE 公式に書かせていただいたんですけども、うんうん、ね、あの会社を、ね、何個も経営なさってってい う、 こう社長さんで、ね、その傍らこうある思いからですね、うん、こういったあの、まあ、いわゆる気学を、ね、うん、はい、あの教えたりっていうこともなさっている高橋さんなんですけども、うんうん、ね、私 の、 この出会いのきっかけは手帳 で、 手帳で、うん、でまあ、こうやそこからですねご縁があっていろいろとこうマンツーで飲んで熱く語ってそう、さっき居酒屋ですごいいい話されてて、そう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 、ね、ちょっとそれちょっとよかったら話いただけたらな、ね、そうですよ、もう団長はね、もうね、私の応援団長もしてくださっているような感じで、はいはい、ね、さっきも私はあの、うん、カツを入れていただいた、ね、そうでしたっけ、ね、いや覚えてない経営者としてどんだけ飲んでたんですか、 ね、 これね、へーへーってやっておられるんですけども、はい、先ほどあの2時間ぐらいお店にいたんですけども、うん、そこでこうわーって楽しくこう話をしてるんですけど、バーってこうデシベルというの急にね、ドーンって上がった話がもう私に対するこうね、そんな失礼な、愛のある愛のあるメッセージでしたね。真似されることを怖がらなくてもいいよと、あ、まあ、そんなこと言ってましたね。あれどうしちゃったんですか、こんなになっちゃって。詳しくちょっと聞きたいんですけども、はい、でもね、ね、自分にそのなんて言うんでしょう、うん、自信のある人は、うん、そのなんていうかな、そのどうしてもその周りにこの出ていってしまうでしょ、うん、でその出ていくとそれを真似しようとする人は必ず出てくるわけですよ、 あいつああいうふうにやってうまくやってるなっていうふうに、うんうんうん、でその盗んでいく人は必ずいますけど、うん、それを怖がらない方が僕はいいかなと思うんですね、うん、怖がらなくていい、そう、むしろやれるもんならやってろっていう感じで、うんうん、突き放した方が僕は負けるはずがないと、ない、かっこいいですね、うん、ありえない、そら、ありえない、なるほど、かっこいい、うん、っていうことをですね、うん、もう最高のこうボリュームで、うん、あんちゃんはねっていうふうに言っちゃった、はい、社長にですね、かっこよかったですね、かっこよかったです、かっこよかったですね、もうピンポンですよ、本当にピンポンピンポンですね、あそうでしたね、いやいやいや、これがフリーメイソンか、いやいや違うですね、フリーメイソンの効果ですか、違う、どうでしょうね、どちらかと気学のですか、そうかもしれませんね、はいはい、真面目な話すると、うん、そもそも気学をやってね、うんうん、どんどん良くなったっていうのは、はい、それはどういう点でそう思ったのかな、全てにおいてですね、その、うん、付き合う方、うん、もしくはその自分の生活のレベル、うん、もしくはその仕事面でも、うん、全てがこう向上していってたんですね、うん、でもそれはね、だから僕がそのあそうなんですあなんですって言っても、うん、その信じてくれる人くれない人いると思うんですけど、うんうん、自分はそういうふうに思うんで、うん、そういうふうにこのまあこういう場があるとね、うん、申し上げてますけども、はい、あ、うん、そうですね、なんで初めはね、奥さんの言いなりになって、そうです、無理やり、ね、無理やりさせられた、前回の放送でも言ってらっしゃったけれども、はい、でもやっぱそのすごい良かったですね、はいはいはい、このおかげです、おかげで、はい、まず最初に引っ越しをね、はい、皆さん最初はこう序の口でね、うん、ラッキーカラーだとかラッキー食べ物だとかっていうことをなさるんですけども、うん、高橋さんの場合、団長の場合はもういきなり引っ越しさせられたっていう本当ですね、
はい、いやいや、やりました引っ越し、うん、それじゃ変わるんですか、ね、変わります、変わる、変わります、嘘だと思ったらやってみろみたいなね。そうそうそう、考えてみると変わるって、名前とか場所とかって、はい、こう昔の人たちって位が上がるたびに名前が変わったり、ね、このお屋敷の中でも住む場所が変わるから、うん、変わるっていうのはそういうことですよね。だから進化のステージ、変えることでなんか考えが変わるんですか。それはありますね。それが大きいんですか。それはあります。意識が変わる、意識も変わる、意識が変わる、うん、それまあ究極言ったらそこかもしれませんね、うん、という感じで、まあ、その辺でね、うん、引っ越してどうなったのか、どう変わったのかっていうあたりとか、うん、まあ、あと先ほどね、出てきましたこう村山先生っていう、ね、うん、方の教えというか、この縁でこうやってつながっているわけなんですけども、ね、うん、まあ、村山先生を語るとかですね、はい、そういったあの引っ越ししてどうだっていうような話とかあと愛する奥さんの話とか、はい、そういったあたりを、はい、次回、ね、次回あ、まだなんですね、はい、3回目もまだそんなに、次は仮面かぶってて、仮面小道具も楽しみにしていただければと思います。はい、5月6月を予定しておりますので、はい、楽しみにしておいてください、はい、ありがとうございます。さあ、業務連絡いきましょう。次回のゲストは、はい、書家の鹿野真紀美さんです。この人はどういった方でしょうか。はい、はい、書家歴ですね、書歴48年、強烈ですね。そうで、海外でね、古典をなさる、もあのもいわゆるアーティストですね、文化芸術家の方で、すごい、はい、はい、加納派の主催をやっておられます。あの倫理法人会でいうとですね、湯島の前の倫理法人会の会長だった方という、そこで実は私はあの知り合ったという縁でございます。楽しみにしていただければと思います。はい、次回楽しみにしておいてください。来週は水子さんの、はい、ね、明日、毎日仰天になります。があって、はい、じゃあ3月の、はい、1週目がそうですね、加納さんになります。加納さんになるので、よかったら楽しみにしておいてください。はい、はい、それでは本日、ゲストに団長こと高橋正人さんお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました皆さん。それでは次回も、楽しみに、ご覧いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。グッドナイト。